知ってるよ。あなたがずっと頑張ってたこと、あなたが悔しくて泣いてた顔、あなたが必死に走った顔、なりたい自分になりたくて真剣に挑む顔、私はずっと見てたから。私だけは知ってるよ。ワインだ。は？ディオニュソス様？もう間もなく聖夜祭。特別な食事に特別な酒。特別な一日を楽しむ日。その通りです。ですがワインならば、我がホームの酒庫には何百という銘柄が取り揃えて。いやだー。え？普通のワインじゃ嫌だ。一年に一度の特別な日なのに、ワイン記念日なのに。ワイン記念ではありませんが。このディオニュソスが普通のワインに出会いを求めるなんて間違っている。特別なワインが飲みたーい。まさか、これは。飲みたい飲みたい飲みたーい。喉を潤す福井くたる美味しいワインが飲みたーい。いかん、発作が始まってしまった。早く早く持ってきて、私の、私だけのヌーボー。というわけだ。いや、そう言われても何が何やら。まずその服は何なんですか？これもディオニュソス様の発作を抑えるために仕方なく。この格好で食をすると少しだけ機嫌が収まる。フィルビスさんは何を言ってるんだろう。だが長くは持たん。すぐにワインを干し始め、ヌーボーヌーボーと床を転げ回ってしまう。知りたくなかった。リオニュソス様ってそういう方だったんですか。発作と言っているだろう。ワインを愛されるあまり、たまに言動がアレになっておかしくなってしまうだけだ。敬愛している主審にアレとかおかしいとか普通に言っちゃってますけど。というわけで頼む、我が主審が満足できるワインを一緒に探してくれ。すごくどうでもよくて面倒なことに巻き込まれる気しかしない。そして二人で酌をすればきっと機嫌も収まるはずだ。レフィア、これがお前の衣装だ。って、私も着るんですか？なんでそんなことしなくちゃいけないんですか？魔法まで教えた仲だろう。友達ならば協力してくれ。こういう時だけ友達って言わないでください。そんな恥ずかしい衣装、お断りです。一緒にアイドルまでやっておいて何を今さら。こんな布切れ一枚くらいなんだ。自分がもう来ちゃってるからってやけになってるだけじゃないですか。それ、あれ、珍しいお客さんが来てるっすね。アルシャーとハイノービスか。すまない、邪魔している。
ラウルさんたちはどうしたんです？お二人でどこかお出かけですか？それがまたロキの無茶ぶりで、これから買い出しっす。聖夜祭も近いからうまい酒を探してきてくれって。なんだと？それはいい。私も同行させてもらえないか？同行？どうしてまた？実は私の主神も特別な酒を欲しているのだ。だが探すあてもなくここに来て。ダメですってば！うわ、なんだ、何がダメなんだレフィーヤ。もうフィルビスさんは気が利かないんですから。いいですか、あの二人が揃って出かけるんですよ。しかも今のオラリオは聖夜祭で恋人たちが楽しむ街並みです。はっ、まさかアルシアとハイノービスはそういう仲なのか。これがわからないんですけど、でも隊員たちの間では絶対怪しいって言われてて、だいたい二人一緒にいるし、アキさん、ラウルさんの扱いだけ他と違うような気がしますし。なんと女性団員優位と言われているロキファミリアの中で絶対に何かあるって噂の二人なんです。全部聞こえてるんだけど。うわぁ！獣人の前で内緒話ができるはずないでしょ？まったく。あのね、他の子たちにも何度も言ってるけど、私たちそういう関係じゃないから。そうなのか。入団の時期が近かっただけの同輩ってやつっすよ。レベルも一緒で、バトルスタイルも似たり寄ったりの器用貧乏。団長たちの代わりに指揮を任せられる場面も多くなったし。で、一応どっちも幹部候補。一緒に行動することも多いから余計に勘違いされるっす。みんな何度も同じことを聞いてくるから。最近はもう向きに否定するのも疲れちゃったっす。もう面倒だから言いたい人には言わせときましょって二人で決めたの。ただ他派閥の人にまで間違った情報が伝わるのはねえ、だから真に受けないでちょうだい、マイナです。そうか、なるほど。でも、ただの同僚というには、あうんの呼吸というか、相性が、あれで、これで、それのような。まあ、付き合いだけは長いっすから。アキトはいわゆる、腐れ縁ってやつっす。あ、本人の前でそういうこと言うのね、ラウル。ね、あ、いや、アキだって似たようなことをみんなに言ってたりするじゃないすか。私は本人の前では言わないもの。これでもラウルのことちゃんと尊重してるんだから。そういう細かい気遣いができないのがラウルの悪いところだっていつも言ってない？あと、さっき出した帳簿も計算間違えてたわよ。私の方で直しておいたけど。え、ほんとっすか？ほんと。こないだの報告書もそう。みんなの意見を書きすぎてる。ちゃんと精査しないと、読む側の団長たちが困るでしょ？ごめんす、アキ。なんだか、思ってたのと違うような。恋人というより、むしろ老年夫婦のそれのような。あと、またリビラで補給したでしょ。なんで必要なものは探索前に買っておかないの？
あっちで買うと余計に費用がかかって。悪かったから、もう勘弁してほしいっす。はあ、こってり絞られたっす。ラウルさん、大丈夫ですか？あ、大丈夫っすよ。これもいつものことだし。いや、いつもこんなんじゃダメなんすけど。アルシャーには随分頭が上がらないようだな、お前は。アキの言ってることはいつも正しいっすから。アキはすごいやつっすよ。しっかりしてるし、努力家だし、女の人なのにかっこいい。周りは自分とアキがお似合いとか言ってるっすけど、全然釣り合ってなんかないっす。こんな自分がアキの相方なんて、ちゃんちゃらおかしいっすよ。はぁ、待たせちゃってごめんなさい。ロキの注文がうるさくて。あ、変な空気だけど、何かあったの？あ、いえ、何でもありません。それよりも、どこに行きましょうか？神を満足させる酒なんて、普通の店にはないからな。そうね。闇雲に探し回っても無駄足になっちゃうし。ああ、安直っすけど、お酒のことを聞くんだったら。それで、酒場に。はい、話を聞くなら、普段から扱っている人が一番かな、とみんなで話し合って。期待に添えなくて申し訳ありませんが、神をうならせるほどの美酒があるなら私は知りたいくらいです。酒場自慢のお酒があったら助かったんすけど、この豊穣の女主人はロキも酒がうまいって褒めてたし。宮川さんの果実酒ならば神々も満足できる品だったかもしれません。ですが従業員が約2名こっそり飲んでしまったようで。許してほしいのにゃ、宮川ちゃん。母ちゃんの酒がミアたちを誘惑したのにゃ、魔が差してしまったのにゃ。つまり母ちゃんの酒はそれだけうまい。それを作った母ちゃんはとってもすごいよ、大統領って、ギエー！岩のような拳が高々と振り上げられている。ふいにゃー、このアホンだな。ご覧のありさまです。すさまじいありさまっすね。こちらも困っているのです。聖夜祭のメニューとして振る舞う予定の品だったので。なるほど、だから店員のあなたもそんな不思議な服を着てるんですね。私は知る。同僚に着せられただけです。あなたも随分とトンチキな格好だと思いますが。私だって好きでこんな格好してるわけじゃないんです。というか、なんで着てるのか私もよく分かってません。私だけふざけた服装なのは理不尽だ。ともならば、共に痛手を被ってこそ。だ
からこういう時だけ友達って言わないでください。あと痛手だと思ってるなら無理やり着せないでください。話を戻すけど、特別なお酒に心当たりはないってことね。ええ、果実酒の代わりになるものはないかと交易所も見て回ったのですが、あいにく成果はありませんでした。やはり特別な一品となると。じゃあ一緒に探さないっすか。一緒に。ちょっとラウル、いきなり失礼でしょ。いや、だって困ってるみたいじゃないっすか。自分たちも困ってるし、こういう時は協力した方が良くないっすか。北条の女主人には普段からお世話になってるし。あなた方と美酒探しですか。目玉の商品がない今、酒場としても死活問題だ。同行していいか宮川さんに伺ってくるので少々お待ちください。まったく、普通いきなり誘ったりする？ダメっすか。利害が一致するなら協力と連携は基本だって団長によく言われてるし、あと柔軟な発想も必要だって。もうこの団長信者、そうやって他の女の子にも声をかけてないでしょうね。するわけないじゃないっすか。しかもなんで女の子限定なんすか。自分にそんな解消ないっすよ。ラウルが変な女に騙されないか不安だって私は言ってるの。ラウルはラウルなんだから。秋の中で自分はどんな扱いなんすか。血は喧嘩にしか聞こえないのに。全く血は喧嘩に見えない。よくてダメな弟とそれを叱るわね。本当に何なんだこの二人の関係は。たく、聖夜祭だからって浮かれやがって。人多すぎだぜ。ムカつくよな、特に若い男女でイチャコラしてるやつら。おい、あれ見ろよ。なんだか気づいたら大所帯ね。申し訳ありません、同行させていただいて。全然大丈夫ですよ、こういうのは人が多い方がいいですし。しかし目立つな、この人数でこんな格好していると。なんだよありゃ、超有名美人冒険者が揃い踏みじゃねえか。アルシャーとサウザントエルフに、ありゃマイナですか。北条の女主人のエルフの店員まで嫌がる。くぅ、最高のパーティーだな。あんなキュレーどころたちと探索に行ってみたいもんだぜ。待て、よく見りゃ隣にもなんか嫌がるぞ。おい、なんだよあの地味なのは。他の華やかさに隠れて一瞬見落としちまったぞ。なんであんな奴が美人冒険者を引き連れてんだ。許せねえ。ラウル、どうかしたの。視線が痛い、みんなからの視線が痛いっすよ。というかさっきがやばいっす。通りがかりの同業者に超睨まれてるっす。中には涙目で睨んでくる人まで。殺意が。まあ
私はともかく綺麗どころのエルフが3人もいるしね。美女をはべらせてパーティーを組んでるように見えるのかも。誤解だし錯覚っす。自分はそんなんじゃないっすよ。この空気、胃が、胃が痛いっす。気にしすぎ。ほんと小市民なんだから。呆れた視線で見ないでほしいっす。自分はベートさんたちみたいにふんぞり返るとか無理っすよ。でもラウルはそれくらいがちょうどいいのかもね。ラウルがベートみたいになっちゃったら、私そっちの方が嫌だもの。立ち入ったことを聞いて申し訳ありませんが、彼らは仲が良いのですか、それとも悪いのですか。仲はいいですよ。団員の中でも噂になってるんですから。だが何かこう、私たちの知ってる男女の中とは違うような。先ほどからずっと観察しているのだが。でもでも絶対怪しいと思うんですよね。お互いの言葉遣いというか距離感というか、うまく言葉にできないんですけど。それに秋だって十分綺麗っすよ。何急に。いや、さっき私なんかって言ってたじゃないっすか。あれって一歩間違えれば嫌味になるっす。それくらい秋は綺麗っすよ。あ、いや本当に身内びいきとかじゃなくて。あら、そう、ありがとう、嬉しいわ。ラウルもよく見れば味のある顔をしてるわよ。何度も聞いたっすよそれ。しかも褒めてないっす。褒めてるつもりだけど、本心よ。そっすか、じゃありがたく思っておくっす。そう、感謝してちょうだいね。な、何なのですか今の会話は。さらりと羞恥に燃えるようなことを言っていませんでしたか。互いの容姿を平然と褒めていたぞ。綺麗だと口に出して、なぜそれで甘酸っぱい空気にならん。普通はなるものではないのか。普通ってフィルビスさん経験あるんですか。エルフである以上、容姿を称えられることはあるだろう。たとえ見えすいた世辞だとしても。私が言いたいのは、そのあれだ。どうでもいいものに言われても何とも思わないが、気を許している異性に対しては、その頬を染めて下を向くとか、全然嬉しくないんだからねというとか、そういった。えい、私は何を言っている。もしかしたら、あれが大人の距離感？恋もしたことのない私たちお子様じゃ理解できていないだけで、あの空気感が大人の関係ってやつなんじゃ。バカな。エルフでは理解できない文化とでも言うのですか。ハレンチだ。ハレンチに違いない。ハレンチなのか。わからない。あっちのエルフ組は何を騒いでるんすか。秋は聞こえてるんすよね。まあどうでもいい話。エルフでは理解できない世界、我々はより見識を広めなければならないだろうか。バカを言うな。こんな話、同胞以外のものとできるものか。もし誰かに聞かれでもしたら、私は自ら死を選ぶ。でも好奇心というか、大人の関係には興味があるような。何の話をしてるんです。ベベ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 ベ
はい、ベル・クラネルです。なんでそんなに驚いてるんですか？そんなことどうでもいいです。それより、その、今の話を聞いてたんですか？え？確か、大人の関係がどうとか聞こえたような。盗み聞きしてたんですね。最低です、最低が怖いです。この最速デバガメウサギ、こんなものには正義の鉄槌を浴びせるしかない。なんですかそれ。というか、なんでいきなりそんな敵意も殺意もみなぎってるんですか。なんで、なんで。ウサギしすべし慈悲はない。剣敵速殺凍りつけ。なんで。それじゃあ、リトルルーキーも買い出しに来てたってわけっすか？はい。せっかくの聖夜祭ですし、ファミリアのみんなでちょっといいご飯を食べれたらいいなって。それにしても、すごいメンツですね。真相にも行けそうですけど、皆さんは何をしてるんですか？クラネルさんと同じ。買い出しです。こんな顔ぶれで。いろいろあって大所帯になっちゃったけど、全員目的は一緒なの。神を満足させるお酒を探してるのよ。お酒ですか。へえ、奇遇ですね。僕も良さそうなお酒を探してたんです。あなたが？ついにロキみたいな飲んだくれに落ちたんですか？いや、なんでそうなるんですか。神様にあげたいなって思ったんです。もう聖夜祭ですし。着せずして目的は同じというわけか。いや、僕はちょっと高いくらいのお酒でいいんですけど、ファミリアも借金してますし。でもせっかくだし、一緒に来たらどうすか？ベル・クラネルとですか？なぜクラネルさんが答える前にあなたが反応するのですか、同胞。困ってる時は助け合いっすよ、レフィア。ダンジョンの中じゃなくたって。それに、リトル・ルーキーがいい情報を持ってるかもしれないっす。ベル・クラネルが何かを知っているなんてありえません。透けこましの技術くらいしか知らないはずです。デフィーアのことは置いといていいから。私たちも当てがなくて困ってるの。何か知らない？まあ、実は心当たりがないわけじゃないんですけど。本当っすか？はい、リリー。同じファミリアのサポーターの話なんですけど、その子が前に所属していたのが、お酒を司る神様のファミリアで。ファミリアっすか。確かに盲点だったっす。一時期悪い評判があったから、あまり近づかないようにしてたしね。僕もいろいろあったのでちょっと気が引けてたんですけど、でもリリア神様がソーマ様はもう大丈夫って言ってたので。そうは言っても神様ですよ。急に変わるなんてありえないと思いますけど。評判通りならば
とっつきづらくて暗い神だと聞いているが、ひとまず団員に要件を伝えましょう。いきなり訪れて主神と会わせてくれなどという要求が通るか定かではありませんが、普通に入れましたね。普通に入れたというより、ベルクラネルがいると分かって通してくれたような。リリのことがいろいろあったからなのかな。待たせた。作業をしていた。要件とは何だ。どうかしたか。暗い。声は暗い。だが、突っ込んでいいすかね、あの服。キャラ違いすぎるよって。ダメ。好きで着てたらどうするのよ。すごい失礼でしょ。それにしたって着せられてる感がすごいです。顔の浮かれてなさと服の浮かれ方が完全に真逆。どうしよう。神様の服装が変だなんて口が裂けても。変わったお召し物ですね。ああ、作業衣をすべて洗濯してしまって団員のものを借りている。着れれば何でもいい。作業の邪魔にさえならなければ。それにしては普通の服には見えないんすけど。団員に遊ばれてるというか、せめてもの仕返しをされている気がするわ。あの、相馬様、作業って前みたいに新種を。いや、リリルカアーデの件で反省した。今は新種ではない。普通の酒を作っている。思った以上にはまってしまった。作業に没頭しすぎて今は鼻も利かない状態だ。どうしたらそんな状態になるんですか、それ。神相馬、あなたの作られている酒は舌の肥えた神すら満足させられる一品なのだろうか。神を満足させられるかはわからない。だが俺はいいものができたと思っている。あ、それではその先は今どこに。ここにある。これが新作オラリオメリーだ。オラリオメリー。微妙じゃないっすか。神のネーミングセンスに何か言うのはご法度。メリーとは聞き慣れない名称ですが、普通のワインやシャンパンとは違うのですか。これは酒であって酒ではない。どういうことですか。未成年、もとい、酒が苦手なものでも飲める改良版だから酒ではない酒。それがオラリオメリー。何
を言ってるのかわかりません。あと微妙にさっきから饒舌になってきてる。ロキがソーマ様のことを趣味神って言ってた理由わかったっす。そもそも改良ってそういう方向？よくわからないけど、ロキならどんなものでも飲むでしょう。神ソーマの新作なんてお店の目玉商品としても十分よね。ええ、確かに。神ソーマ、これを譲っていただくことは可能ですか？条件付きだが、譲っても構わない。本当ですか？でも条件っていうのは。今、俺のファミリアは問題を抱えていて。待ってくれ。レフィーヤたちは納得したようだが、私はまだその先に確信が持てない。何せディオニュソス様の口に運ばれるものだ。二流の品やまがいものであってはならない。ちょっとフィルビスさん、いくらなんでも失礼ですってば。すまないレフィーヤ、だが私はディオニュソス様の眷属。ワイン、そして酒にうるさくなくては従者など務まらない。主審にご満足いただけるかどうか、それは私にとってのすべてだ。ならどうする？簡単な話だ。私が先に飲む。我が舌で試すことなく主審に出すなどありえん。別に構わないが。待ってください。ソーマ様のお酒ですよ。もし酔っちゃったら。汚れた身とはいえ、私は上級冒険者。酒に酔うなどあるはずがない。この流れもう嫌な予感がする。では、いただこう。なんだこれは。今までに体感したことのない感覚。鼻に抜ける爽やかな香りは甘く優しく私を包む。まるでエルフの里の大聖樹でまどろんだ後のよう。この庫内に広がる芳醇なる味わいはどうしたことだ。まるで美しき聖域を小さくまとめて食らったかのような。なんと素晴らしい。とろけてしまいそうだ。どこだ、ダメ髪！
しっかりめちゃくちゃ酔っ払ってるっす。どこに隠れた、あの金髪キザおめえ。外に飛び出した。まずいですよ、早く追わないと。ヌーボー、私だけのヌーボー。ああ、ウィルビスは何をしている。この恋焦がれるような気持ちはもう。来たか、ワインを持ってきたのか、ウィルビス。マイナーデスパーチ。グハー、こんなダメよクズオ、ワイン男。お前には言いたいことがたくさんあるんだ。どういうことだ、何があったんだ。見たことも聞いたこともないフィルビスが。このアホ勇者処理。待て、逃げるんじゃない。なんだ、何が起こっているんだ。なぜフィルビスが私に攻撃を。まるで意味がわからんぞ。とりゃー、ぐはー、なんて美しいフォームの飛び蹴り。こんの、私の気持ちがわかっているのか、このダメ男。よせ、やめろ。いや、やめてください、フィルビスさん、お願いです。誤証ですから。変な趣味に目覚めてしまう。いつも私で無茶を言って。少しはねぎらえ、優しい言葉の一つくらいかけろ。もっと私に優しくしろよ、バーカ。あはー、これはひどい。本当にひどい、同胞ながら。って何のんきに見てるんですか。さっさと止めるっす。レフィーや、私だってユニソスタマのために頑張ってて。ああ、はいはい、そうですよね、フィルビスさんは頑張り屋さんですよね、わかりますよ。私は団長だし、いろいろやらされるのは当然かもだけど、ちょっとは褒めてほしいとか思っちゃダメ。ダメなの。いいと思いますよ。ひどいですよね、ディオニュソス様は。ひどいよ。でもね、超かっこいいの。これきつい。絡み酒に泣き上戸、とどめにのろけ。どうやら酔っているようだ。見りゃわかるっす。こんな姿見たくなかったレベルで酔ってますよ。むしろ酔ってなかったらしんどいですよ。
なるほど、相馬の酒だったわけか。新酒の効果というのは私も耳にしたことがある。ウィルビスがこれほどの集大を晒したのも納得だ。やってくれたな、相馬。メンゴ、めちゃくちゃ雑！神様同士のやりとりっていつもこんななんですか？それよりもディオニュソス様、発作ってやつはもう大丈夫なんすか？あまりの衝撃に私の持病も引っ込んでしまったよ。発作を引き起こす暇もない。はっ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 は。じゃあフィルビスさんがずっと叩きのめしてくれれば全部解決ですよね。私もこんな服を着る意味もないですよね。ね、ね。レヴィーア、闇に落ちちゃダメ。そもそもの話、新種の改良版と歌っておきながら凄まじい勢いで酔っているのですが、オラリオメリーは普通の酒ではなかったのですか？話が長くなるが、俺の酒は以前問題を起こした。俺の酒は子供たちを酔わせた。それがリリルカ・アーデを含め少なくないものを苦しめた。今は後悔し反省している。派閥の成り立ちから今さら酒造りをやめることはできない。だから俺は考えた。酔うのが問題ならば酔い覚ましがあればいい。そんなものがあるんすか？ああ、オラリオメリーを作るときに一緒に作った酔い覚まし。その名もメリーウコン。ゴロワル。その酔い覚ましを飲めばオラリオメリーの酔いは立ちどころに冷める。逆に言えば飲まなければ一生冷めない。それやっぱり改良じゃなくて改悪ですよ。しょうもなさすぎるっす。普通の酒の定義って何なんすか？けれど解毒薬ならぬ下水薬があるなら話は早い。これ以上同胞の集体を見ずに済む。そうです、こんなフィルビスさん見てるこっちがいたたまれません。その酔い覚ましはどこにあるんですか？実は盗まれた。は？少し前、俺のホームの倉庫に賊が押し入った。かつての俺の酒の熱狂的な信者らしい。今では手に入れる方法がないからな。奴らは倉庫にあったオラリオメリーとメリーウコン、それらを全て持ち去った。先ほど言ってた条件とはそれだ。盗まれた品を取り戻してほしい。話は分かったけど、ホームの警備ざるすぎない？メンゴ、そのネタはもういいっす！メンゴ、ちょっと可愛く言ってもダメですから！ていうかそんな声出せたんですか？とにかく条件を達成すればオラリオメリーがいただけるということですか？その酔い覚ましの、メリーウコン。あ、はい、そのウコン。ただの買い出しのはずが、とんだクエストになっちゃったっすね。嘆いても仕方ありません。
やらないという選択肢はないでしょう。話は把握した。その不埒な族を探し出せば、魅惑のオラリオメリーが手に入る。私も協力しよう。え、ディオニソス様も一緒に来るんですか？元は私がフィルビスに無茶を言ったせいでもある。少しは手助けをさせてもらおう。こう見えても顔は広い方だ。役に立つと思うが。それは助かりますけど、マイナデスはどうするんですか？ディオニソスシャワー、どこや！アラヒの頭を撫でろ！じゃなきゃ、ぶっ壊すじゃん！こんな状態で放置はできない。今のフィルビスはリミッターが外れた歩く破壊兵器と同義だ。私の命の危機的な意味でも。ひどい言われようっす。否定できないのがまた。フィルビスはレベル3。ホームに待機している私の団員では、抑え込むことは不可能だな。つまり。え？待ってください。もしかして。レフィーア、ここどこ？お家帰る。ちょっと辛抱してくださいね。そしたらすぐ帰れますからね。レフィーア、おんぶして。かわいいけどニヤニヤしちゃうけど、こんなのフィルビスさんじゃない。まあ誰かが面倒見ながら連れてくしかないわよね。果てしなく面倒だけど。大丈夫なんですかね。不安しかないっす。そういった族の噂は聞いていないな。力になれずすまない。そっか、わかったわ。教えてくれてありがとう。ガネーシャファミリアでも情報なしっすか。わかってはいたけど厳しいっすね。神ソーマの熱狂的な信者ということ以外情報がありません。手がかりが少なすぎる。と言っても早く見つけないとですよね。あのありさまを見てると。レフィア、ディオニュショーサーバーは、ディオニュショーサーバーに会いたい。会うと蹴るじゃないですか。踏むじゃないですか。だからダメです。私そんなことしないもん。これでも団長なんだぞ。えっへん。可愛いけどめんどくさい。正気を取り戻したらどうなるのか、あまり想像したくないわね。おそらく噴死します。酒は飲んでも飲まれるな。ソーマ様が言わないでください、そのセリフ。神様の相手はいつも疲れるっす。って、そういえばもう一人の神様はどこへ？ディオニュソス様なら先ほど裏通りの方へ向かわれましたが。すまない、少しふらついていたよ。なあ、どこ行ってたんすか、ディオニュソス様。一緒に族を探してくれるって言ってたのに。族？それならばもう見つけてきたよ。え？アジトの場所もすでに割れている。今から向かおうじゃないか。本当ですか？どうやって居場所？同志に聞いたまでさ。
言ったろ、こう見えても顔は広いと。同志とは？酒を愛する者には酒を愛する者だけのつながりが存在する。美酒を探し、互いに教え合い、そして共に酔う間柄だ。早い話が酔っ払い仲間ってことね。今回相馬の倉庫に押し入った賊は新種の信者。過去に情報を求め、私の同志に接触したこともあったようだ。なら確実っすね。こんなに早く見つかるなんて、さすがは神様っす。褒めないでくれたまえ。私は当然のことをしたまでで。あ、ディオニソス様！フィルビス、どうやら機嫌は治ったようだな。会いたかったです、ディオニソス様。見たらムカつきが蘇ってきた！このアホダメ神が！やめろ！やめるんだフィルビス！このままではマジで召喚されてしまう！ちょっと何してるんですかフィルビスさん！何にせよ、早く酔いざましを取り返した方が良さそうね。おお、これが夢にまで見た神相馬の新作。おい、早く飲ませろ。もう飲んじまっていいだろう。そんなに急がなくても酒は逃げねえよ。ゆっくりと楽しもうじゃねえか。まずは乾杯だ。極上の酒とそれを作る神相馬に感謝を捧げて乾杯。そこまでよ。誰だ。盗んだ酒で乾杯なんて随分と恥知らず。品性を疑うわ。悪とも呼べない素足といったところのようですが、悪事は悪事、しかるべき罰は受けてもらう。あなたたちのせいで私たちにもとんでもない迷惑がかかってるんですから。というか主に私に。盗んだオラリオメリーと酔いざましのメリーウコンを返してください。全部バレてやがる。アルシャーとサウザンドエルフ、ロキファミリア、お頭、どうすんだ。ようやく手に入れた神相馬の酒、手放してたまるか。こっちだって冒険者だ。ビビってねえでやるぞ。あら、そうなの？なら少しくらい痛い目を見ても我慢できるわね。あんな姿やこんな姿を晒して、後で絶対悶絶するに違いないフィルビスさんの仇です。うるせえ、何言ってんだ。やっちまえ。いやあ、でも足も出ねえ。時間がもったいないし、さっさと制圧するわ。盗品だけは傷つけないようにして。心得ています。僕たちいる意味ないですね。
大丈夫っす。ロキファミリアなら日常茶飯事っす。カッコつけようとしても秋たち女性陣の方が有能で。あれ、なんで自分ここにいるんだろうなんて思うのしょっちゅうで、徐々に自信と尊厳を失っていくっす。ラウルさんの目から光が消えた。まあいいじゃないか。強い女性の華々しい活躍ほど胸がときめくものはない。いっそ優雅にワインでも楽しみたいところだ。帰りたい。え、なんでいきなり。いつもホームで酒を作ったまで、久しぶりに外を出歩くといろいろつらい。つらい？花の視線や雑踏の音、自分以外の存在があると落ち着けない。あとキラキラしたものを見ると早く家に帰りたくなる。それただの引きこもってる反動っす。あれ、そういえばフィルビスさんは。これで終わらせます。解き放つ一条の光、聖木の湯柄、それ着せよ妖精の射手、うがて必中の矢、アルクス・レフィーア。うわっ、フィルビスさん。レフィーア、何してるんだ。私を一人にしないでくれ。もう一人は嫌なの。レフィーアがいてくれないと頑張れないの。マラヒを仲間外れにしないで。やめ、フィルビーさんやめて。恥ずかしいし魔法が暴発しちゃいます。レフィーア、ぐちょぐちょに汚れちゃったマラヒの宝物、一緒にいて。絶対普通の酔い以上にひどいことになってる。多分本心さらけ出しちゃってる。同胞ながら哀れんでしょう。あのような地帯だけは晒したくないものだ。フィルビスさん、お願いですからやめてください。このままじゃ私もうダメ。あ、攻撃が明後日の方向に。というか、倉庫の威嚇が根こそぎ消えた。いやー、もう何なんだこいつら。だが好機だ。馬鹿げた魔法のせいで包囲網が解けた。せっかくの最高の酒だが、背に腹は変えられねえ。これでも食らいやがれ。今だ、逃げるぞてめえら。あ、逃げていくっす。早く追いかけないと。大丈夫ですか、リュウさん。何か液体をまかれたみたいですけど、怪我は。リュウさん。リュウさん？クラネルさん。はい。
クラネルさん。はい。ニュフフ。ニュフフ。クラネルさん、あなたはずるいヒューマンだ。何の話です？というかどうしちゃったんです？私の手をいきなり握ったりして忘れたんですか？いや、あれは嬉しくて、つい、別に悪気とか下心があったわけじゃ。私の手を取れたのはアリーゼとシルしかいなかったのに。私の初めてをもらったのはあなたで三人目だ！じゃあ何言ってるんですか、リュウさん！これってもしかしなくても。浴びせられたのはオラリオメリーだな。胸が軽くなって世界が広がったようだ。アリーゼがシルでシルがベル。こんなのリュウさんじゃない！クラネルさん、あなたはもっとちゃんとしないといけません！いけませんって、リュウさんの方がちゃんとしてないです。喜んだり怒ったりで情緒不安定ですよ。今日こそははっきりしてもらいますよ。あなたは一体誰が主キなんです？主キ？え？好き？偽装しているのはどなた？クラネルさんの好きな女の子は誰ですか？なんでこんな時にそんな話を？シルなんでしょ？シルなんですか？シルなんですよね？シルだと言いなさい！あ、ダメ、話通じない！分かってたけど打つ手なしの絡み酒！逃がしません！しっかり私の目を見て答えなさい。近いです。顔が近いですってば、リュウさん。ダメです、クラネルさん、そんなに近くで私を見つめては。シルに怒られてしまいます。あれ、クラネルさん、どこに行かれました？まだお代をいただいてませんよ。なんて綺麗な一方強い。もはや敵が第二級冒険者になってる。リュウさん一人でこれなのに、他の人たちまで酔ってたら。ベル、クラネル。一番ヤバい人がって、あれ？私はあなたに絶対負けませんからね、ベル・クラネル！俺はベル・クラネルではない。そう言ってごまかす気ですか？私の目を騙されませんよ。
ちょろすぎるほど騙されている。レビィアさんがソーマ様に、まさか僕と勘違いして。聞いてるんですか、ベルクラネル。あなたはどう見たってベルクラネルそのものでしょう。感じ、死んだ魚のような目、そしてあの地味な感じ。俺はソーマです。やっぱりベルクラネルです。私を騙そうとした罪深い性犯罪者でしょ。性犯罪者関係なくない？No, ベルクラネ Not guilty I am so。 いつの間にこんな髪を伸ばしたんです？綺麗！似合わないから今すぐ綺麗！だからベルクラネルではな、痛い痛い痛い、マジ痛い、マジ痛い。神の髪引っ張っちゃダメ、超不敬罪ですから。邪魔しないでください、ベルクラネル。私はこっちのベルクラネルのロン毛を切らないといけないんですわ。もうなんかそのセリフいろいろおかしいですから、暴力はやめてください、レビィアさん。うるさい、ベルクラネルはベルクラネルなんですから、私にお仕置きされなさい。アイズちゃんは私が守る。ベルクラネルは燃えろ、これ灰になれ。死ぬならボコボコです。エルパンチ、エルパンチ。ベルクラネル、このエルフヤバいぞ。あ、はい、それは知ってます。見事な地獄絵図。集まった酔っ払いほど手に負えない存在はない。悠長に解説してる場合じゃないっす。みんな第二級冒険者だっすよ。ちょっとかぶっただけでアビリティを貫通するなんて、もしかしなくてもカース以上っすよこれ。このままじゃ本当にまずい状況に。ダウル、あ、アキ、ダウル、アキ、大丈夫っすか？というか、お願いだから大丈夫って言って！大丈夫よ、ラウル。私は大丈夫。本当っすか？さすがっす！やっぱりすごいっす、アキは！うん、ラウル。だって私は…アナキティ！ふにゃにゃにゃーん。アキー、どうしたにゃ、ラウル。変な顔してるにゃ。するよ、しちゃうよ。自分の言葉もおかしくなるくらい変になっちゃうよ。私、なんか変かにゃ。どこかおかしいにゃ。戻ってる、戻ってるっす、口調が。キャットピープルの口調に。アキはそれが嫌で強制したんじゃなかったっすか。はにゃにゃ、いつの間ににゃ。はにゃにゃって。でも、なん
か戻せないのにゃ。頭がポーっとしていい気分なのにゃ。ラウルはこんな私嫌かにゃ。怖っ！にゃにゃ言ってる私は嫌いにゃ。答えてほしいのにゃ。なんすかこれ、本当に秋っすか？何を言えば、自分はなんて答えれば。A、そんな秋もキュートっすよ。 B、そんな秋もビューティーっすよ。あー、頭の中に変な選択肢が浮かぶっす。言ってにゃ、ラウル。こんな私は好きか嫌いか教えてほしいにゃ。いや、自分はそんな言う権利ないっすから。権利？自分みたいな冴えない奴が秋を好きとか嫌いとか、そんなのちゃんちゃらおかしな話で。そんなことない。ラウルは冴えない人なんかじゃない。秋、みんな何も知らないくせにラウルを冴えないとか勝手に決めつけて、ラウル本人までラウルをそんな風に言って、私そんなの許せない。ねえ、何をポンプって、何をハイノービスって、ふざけないでよ。ラウルはそんなんじゃない。秋、落ち着くっす。秋は今酔っ払ってて。私知ってるよ。え？だってずっと見てたから。一緒にロキファミリアに入って、それからずっとラウルの隣でいろんなラウルを。ずっと？みんなが知らないラウルだって知ってる。7年前のあの戦いでもラウルは。あの時の私は怖くて震えてるだけで何もできなかった。ラウルは違った。ずっと頑張ってた。そんなことないっすよ。自分も怖くて、何もできなくて。違う。怖がりながら、泣きながら、それでもラウルは必死に走ってた。ご飯が食べられなくなるくらい青くなって、それでも顔を上げて団長の声をみんなに届けて、あの地獄みたいなオラリオの町から逃げないで必死に走り回って、自分にできることをしてた。ノアールさん！先輩たちを失った時、あなたが誰よりも泣いて苦しんで、それでも逃げないことをやめなかった。私はずっと見てたんだよ。そんなラウルが仲間のみんなにも他のファミリアにも認められないなんて絶対おかしい。私なんかよりラウルの方がずっとすごいんだから。アキ、ずっとそんな風に。だいたいラウルもラウルよ。あなたがそんな態度だからみんなに舐められるんでしょ。いきなりこっちに飛び火が。ちゃんとしてたらラウルはすごいのに、優柔不断だったりだらしなかったりして。
そんなことを言われても。ほら、そういうところ。ラウルはすごいけど、そんな情けない顔を見せるラウルにも責任がある。前だって私と喧嘩して変な意地張って貫禄街とか行っちゃうし。その話は関係ないっす。っていうか、それ本当に黒歴史だからやめて。ベートと一緒に朝帰りしてたの知ってるんだからね。あの時何してたの？冤罪っす。あと、ベートさんの名誉のために言っとくけど、そういうことは本当にしてないっすからね。嘘ばっかり。邪行の香りしたもん。何なんでしょう、あれ。地上のもつれ。違いますよ。違いますよね。当たらずとも遠からず、あるいは自覚なき見当違い。美酒の魔力がそうさせたとはいえ、この状況をどう形容するべきか。ああいうのは夫婦漫才というのです。私は知っているのです。フィルビッシャーは物知りですね。さすがマイナデスです。夫婦漫才。シェル、ベル、負けてはなりません。ファイト、あああちらもあちらでひどい。僕はあっちをあまり見たくないです。この現実から目を背けたい。ラウルのバカ、バカ、バカ。アキ、お願いだから落ち着いて。もう幼児対抗までしちゃってるっす。私、悔しいよ。え？ラウルはすごいのに、みんな、それを分かってくれなくて。冴えないとか言って、みんな、あなたのことをバカにして。私は知ってるもん。ラウルがそんなんじゃないって。でもみんなを見返してよ、ラウル。あなたはすごい人なんだって。アキ、大丈夫ですか？大丈夫っす。怒って泣いて疲れちゃったみたいっす。まあ、相馬様のお酒のせいで酔ってますから、いろんなことも言っちゃうんでしょうね。そうっすね、酔ってるからっすよね。ラウルスさん。さて、愉快な騒動も一段落したところで、今後のことを話し合おう。賊は逃げたまま、行方をくらます前に追わないとまずい。そうでした。でも竜さんたちはこんなになっちゃいましたし、一体どうすれば。自分が捕まえるっす。ラウルさん。アキたちの手は借りない。自分が行く。冴えないなんて言われてもいいってずっと思ってたけど、それでアキが嫌な思いをするなら、俺少しくらいかっこよくならなくちゃ。興味
ソーマ様か。あの時リリル・カーでも似たような目をした。リリが、この興味の行く末を確かめたい。帰りたかったが俺もついていく。下界の神秘、不完全で普遍ではない可能性の光、俺に見せてくれ。そうすれば俺はまた少し子供たちのことが好きになっていられる気がする。ソーマ様、いい顔だ。私は女性をめでることを好むが、泥臭い男の横顔も決して嫌いじゃない。ああ、愛おしいとも。私も共に行こう。そうすればきっとこの後よりうまい酒を楽しむことができるだろうからね。僕も行きます。早くリュウさんたちを戻してあげないと。冒険者二人と神二柱、本当におかしなパーティーっすね。じゃあ行くっす。ひでえ目にあったな。最悪の聖夜祭になるとこだったぜ。まあそう言うんじゃねえよ。俺たちの宴はこれからだ。ばらまいちまった分はもったいなかったが、まだオラリオメリーは残ってるからな。さ、改めて乾杯を。そこまでっす。観念してオラリオメリーとメリーウコンを渡すっす。何、また追ってきやがったのか。そんな、あのバカみてえに強い女どもはソーマ様の酒の力で酔っ払ったはずだろう。絡み酒の面倒くささと恐ろしさは飲んだくれの俺たちがよく知ってる。どうやって酔っ払いをかわしてきたんだ。何も交わしていない。ついでに何も解決していない。現在進行形で苦しめられている。解放役を一人に押し付けただけだ。ビル・クラネリュー、ワイズショーに二度と近づけないようにしてやります。クラあなたはシルをどう思っているのです。今すぐここで答えなさい。おい聞け、私はディオニュシオス様のためならばたとえどんなことでも。聞いているのか。なんで僕だけ。男4人のパーティーでかっこよく戦いに来たと思ってたのに、なんで僕だけこんな役回りなんですか。誰が面倒で厄介で、こんなライバルなら楽勝で酔っ払いですって。言ってないですからね。クロネルさん、逃げるのですか。ちゃんと私の質問に答えなさい。こちらを向け、そして聞け。私のディオニュシオス様への献身の歴史を。神様助けて。ひでえ、こんな酔っ払いを一人に押し付けるなんて人の考えることじゃねえ。そうでした。下ろすっすよ、アキ。
ここで眠って待ってるっす。大丈夫、すぐ。ちくしょう、ふざけた野郎どもだ。たった3人で俺たちとやろうってのかよ。バカを言わないでくれ。どちらも酒を司る神が一体どうして戦えるというのか。我々は武神である竹三日月とは違う。俺は幼女に負ける自信がある。じゃあ何か、たった一人で俺たちを相手にするってのか。それならいくらでもやりようはあるぜ。たとえ上級冒険者だろうと、さっきみたいに酒さえかけちまえば俺たちの勝ちだ。さっきの女どもと比べれば楽勝だぜ。知ってるぜ、その地味な風邸。お前ハイノービスだろ。てめえみてえな冴えない野郎に負けるかよ。冴えない男すか。今までは情けなく笑ってごまかしてたけど、今だけは冴えないは卒業っす。何？俺はラウル・ノールド。夢を見て田舎から飛び出してきたただのヒューマン。神ロキと契りを交わした。オラリオで最も強く誇り高い偉大なファミリアの一員。そんな俺が誇りを汚すわけにはいかない。いくらでもバカにしてみろ、好きなだけ笑ってみろ、全部後悔させてやる。今日まで俺を育ててくれた人たちを、勇者たちの訓導を、絶対に否定させてやるもんか。調子に乗りやがって、いきなりカッコつけやがって、何のつもりだ。決まってる。俺がみっともないと悲しむ人がいる。だから精一杯背伸びをして格好をつけるんだ。覚悟しろ、俺があんたたちを懲らしめてやる。彼もレベル4、弱いわけがないんだ。ただ周りに立つ者があまりにも傑出していて、普段は自信を失い己を卑下してしまう。情けなく笑ってごまかそうとする。だが今は違う。女の前で格好をつけようとしているなら、顔つきも動きも変わる。男が強くなれる瞬間の一つ、それくらいなら俺にもわかる。なんだよ、なんなんだよてめえ。全然強えじゃねえか、化け物かよ。化け物じゃない、ただのヒューマンだ。本当に化け物みたいな人たちを嫌というほど知ってる。あの人たちに比べたら自分なんて無駄だった。それでも追いかけるってずっと前から決めてるんだ。これで終わりっすね。
本当に一人で通院。さ、ぼさっとしてないで盗品を回収するっす。お酒も酔いざましも全部あるみたいっすから。はい。アキたちを元に戻してあげないと。まあ、後のことを考えると気が引けるっすけど。さて、遠慮なくメリーウコンを浴びせかけたわけだが。酔いは覚めたか。私は今まで何を。ああ、嘘だ。あれは嘘。あのような事態は全部嘘。だから、アリーゼ、カグヤ、ライラー、私の脳裏で腹を抱えて爆笑するな。死ぬ、死んで、殺して、私の息の根を誰か止めろ。いやあ、いやあ、記憶が鮮明に。うむ、しっかり冷めたようだ。後遺症もなし。そして再びの地獄絵図だが、それも必然。高潔のエルフとなれば、二日酔いの恥辱など計り知れないだろうさ。二日酔いとはまた違うっすけど、全部覚えてるんすね。なんというか、むごいっす。鬼畜っす。なんかこんな光景、前にも見たような気が。具体的には精霊の夢の中で。一人まだ寝ているが問題はないだろう。ああ、アキ、大丈夫っすか？ラウル？そうっす、ラウルっす。やっぱり全部覚えてたりするっすか？アーキー？ごめん、あとは任せたっす。こっち収拾つかないレベルの魔境なんですけど。あ、じゃ、ラウルさん！アーキー、待つっす。ラウル、やめて、追いかけてこないで。そんなこと言われてもほっとけないっすよ。無理、本当に今は無理なの。もう、なんで追いかけてくるのよ。いや、だから、今の秋を一人にできないっすよ。待って、今は待って。こっち見ないで、お願い。わかったっす。もう嫌、最低。いっそ、思い出せなかったらよかったのに。恥ずかしすぎるわ。なあ、聞いていいかわかんないっすけど。何？自分に言ったことは全部本音っすか？本音だったら何？本音だったら、ごめん。もう、なんで謝るの？
アキがそんな思いをしてたの知らなくて。それは自分、実はちょっとアキに嫉妬してたっす。アキは自分よりずっと頭が良くて、何でもできて、みんなから信頼されてるから。なんか、そういうことも含めて自分が惨めで、アキにそんな風に思われる資格がないんじゃないかって思って。ごめん、やっぱりうまく言葉にできないっす。自分に失望するのはもう慣れっこだけど、秋を悲しませるのは嫌だから。だから俺、頑張ってみるよ。もう少しだけ。アキが言っていたかっこいい自分になってみる。いや、慣れたらいいなってそう思うっす。もうせっかくかっこよかったのに最後まで続かないんだからなんで笑うんすか？別に、ただラウルは本当にラウルだなってそう思っただけ。なんだかみんなが言ってたこと本当になる気がする。みんなが言ってたこと？何のことすか？私とラウルがそういう関係になるって話。は？何言ってるんすか、アキ。別にそう思っただけ。本当に思っちゃっただけ。誰かとくっつくなら私はやっぱりラウルなのかなって。あ、見てラウル、聖夜祭の仮装をした子供たちが歩いてる。かわいいわ。ちょっと待つっす。なんで話が終わった感じになってるんすか？今のはさすがに腐れ縁の言葉だけじゃ解決できないというか、なんというか。え？終わりでしょ？まだ話すことある？え？いや、それは普通にどういうことなのかを。もういいっす。本当にいいの？いいっすよ。だって、もし関係が変わったとしても、自分とアキは、きっと今のままっす。そうね。私も、そう思う。知ってるよ。あなたがずっと頑張ってたこと。みんなあなたが冴えないなんて言うけど、私だけは知ってる。あなたのかっこいいところ、やっぱり冴えなくて、情けなくて、最後まで締まらない、そんなあなただけど、
大切なものは絶対に間違えないって私は知ってる。頑張りましょう、ラウル。私も頑張るから。私だって、あなたに負けないくらい、いい女になるから。